気の利く人になる方法。マカロンさん46歳女性。私は物事をじっくり考えるタイプで、頭の回転が遅く、他人への配慮や気が利かないなぁと思うことがあり、仕事で落ち込んでしまいます。自分で気づけなかったことはメモして、同じようなことが起きたら対処できるようにしています。もう少し視野を広げて物事を捉え、気の利く人になるにはどんなことに気をつければよいのでしょうか。私は気の利く人になる必要はないと思いますけどもね。そんなこと言ったら私みたく気の利かない人とかいないですよ、はっきり言って。この世の中で、この間もうちのかみさんから怒られましたけど、なんかね、お店の人になんかお皿返すのに相手の人の目も合わせないのは失礼だとかねって怒られました。昨日ですよ、昨日。そういった意味で言うと、私はなんかものすごく気が利かない人だし、他人に興味がないからね、基本的にね。他人というか、その友人や知人や家族はもちろん興味があるけど、別に一回会って二度と会わない人に対してそんなに興味がないので、気を利かせて何かしたりとかですね、あんまりしない方なんですね。しかしそれを直すことでなんかいろいろいいことが起きるのかなっていう、あなたが期待してることは起きないんじゃないかなというふうに思います。自分の苦手を克服するのってものすごい時間と精神力がかかります。だって苦手だからできないわけでしょ。それをできるようにするってのはものすごく大変なことだと思うんですよね。今それをやろうとしてるんだけど、最終的にはできるようにはならないですよ、おそらく。気の利かない人が気の利くようになるとか、例えば片付けが苦手な人がものすごく片付けが上手になるとか、不可能ではないんだけど、ものすごく大変な割にそれができるようになった時のメリットっていうのは皆様が思ってるほど大きくはないと思いますね。だからそんなことよりも、もうちょっと仕事で気が利かなくてもいいから、今あなたが例えば与えられた仕事の精度を高めたり、完成度を高めたり、仕事のパフォーマンスを高めたり、あなたが頑張ることで他の人が楽にできたり、そういう自分の長所を生かす働き方をやった方が私はいいのではないかなっていう立場ですね。短所は克服しなくていいっていうことをもすごく思います。なので別に気の利く人になる必要はないと思いますし、逆に言うと、どうやったら気の利くようになりますかって言われても、私は知りませんね。そんなこと考えたこともないのでね。だから今のあなたでいいのではないでしょうか。気の利かないあなたでもいいと思うけど、その分何かで他の人に役に立ったり、お手伝いしたり、親切なことをしたりですね、その瞬間瞬間気が利かなくてもいいと思うから、トータルでプラスになるように、その職場での貢献、他人への貢献というものができればいい。気の利くことでそれをやらなくても別なところでフォローしていけばいいというふうに思いますので、あなたが苦手とする部分で勝負するとものすごく大変な割には祈りが少ないので、結構辛いんじゃないかなと思います。精神科医カバサワショーのカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。